300万の家住んだら3600万の節税なるから。絶対ダメなの？絶対ダメ、はい、ダメ段階さんからの、はい、ラズピが来たからかな。雑談してしながら桃鉄やるか。段階さん絶対スーちゃんやったらやったってこれ、はい、いやだからそれはそうやろそれはそうやろなずなずちゃんかすーちゃん。ボドカさんに何したの一体。あんましてないよ。月々光線しか送ってないよ。ボドカさん、かまって、かまって、ボドカさん。でももう最近さ、慣れてきてさ、もう何も思わなくなってきちゃった。ああ、変えないと。一回ツンに入ろう。一回ツンに。一回ツンに入る、うん。ボドカさん、早く落ちて。うざい。あ、いいね、いいね、いいね。あ、いいね、いいね。うざい、いいね。そっからかもしれない。キモい。いいね、キモい、うざい。後ろのタペストリーちょっとキモいって。何が？ボドカさんの部屋の、なんでナズピのないの？いや次送るよ。やっと次送ってもらえるらしい。いや、買えよ、てか。金あんだから。だから金なんかねえよ。あるだろ、金。高校の人たちの数倍も。いや、まあでもこのワイプはなんかね、金持ってそう。すごい。家賃ばらすぞ、ボドカさんの。お前、やめろ、マジで。300! いや、400! 500! 300までしか知らんってあるところ。ヒカキンさんの家の上50階。待って、ヒカキンさんどんな家住んでるの?300万の家住んだら、1年で3600万の節税なるからって、この間ボドカさん言ってた。やばすぎる。3600万の節税して。3600万を節税しないといけない収入やばいな、うん、やばいよな。やばい。3600万も収入ないんだが奥越え、まあ、一旦いいよ。ボドカさん落ちていいよ。バイバイ。早く落ちなよ。なんで別にボドカさんのこと嫌いだし本当はちょっと寂しい早っ。おお、結構オタクには効くかもなそれ。やばりだ。俺ちょっと今聞いたかもしれん。おお、やっぱツンデレだ。やっぱツンデレはオタクには効くかもな。じゃあ9対1でいくね今度から。どっちがツン？9対1で来て。ツン9ない。お、多すぎない？ツン9だいぶきつくない？じゃあリアルなところツン6でデレ4。メンタルがやられない程度のツンは6。王子はツンデレ好き？大好き。王子は全部好きだよ。全部好き。女の子だったら何でもいいんだから、うん、いやそれはちょっと違う。え、それちょっと違う。それちょっと違う。じゃあ苦手な女の子。苦手な女の子。めっちゃ潔癖症の女の子。それさ、王子の過去のトラウマなんじゃないのそれ。違う違う違う。ただのただの落ちたもの食える女の子めっちゃ好き。どういうこと、どういうこと。だからご飯食べててポッて落ちた時にってこう急いで取って食べる子好き。場所によるよ。300円でっつって食うわ全然。確かに場所による、うん、場所による、うん、芋にほこりまみれに落としたら終わりじゃない。そうだよ。え、じゃあファンちゃん引くわ。味噌汁とかこぼして舐め出すのとかもいいってこと？あ、最高。最高なの。床舐めるの最高。吸ってるマジで。吸ってる吸ってる。どうときめいた？ときめいた。やばいやろマジで。え、じゃあブルマか父だったらどっち派？ブルマか父？ブルマか父か。出た。それファンタと昨日話したんだよな、ドラゴンボールの。お尻か父ってこと？ちげえよ。じゃあドラゴンボールのキャラクター。いや。海賊いない？海賊。こんにちは。はい、よーし。喧嘩中なんですけど、一応。あ、そうなの？そうなんですよ。じゃあ今。え、喧嘩中？休暇中。休暇中なん？ 2、3日休むねって言って、実家帰って、さっき帰ってきた。休暇か。バレやりたくなったら早めに帰るねって言ってた。早すぎない？早すぎない？また休暇じゃやりたなっとるやん。休暇早すぎない？ほぼ2日ぐらいもう休んでるからね。あ、え？あたし連れたらボドカさんがいなくなってその人が来るってこと？そうだよ。え、じゃあラムも今抜ける。ちょっと待って、何それ。え、どういうことですか？俺に風評被害エグいってこれ。ボドカさんとやりたいってことじゃ、ラムちゃんフルパを。うん、うん、もう困ってるやん、自分で種まいて。収集しろよ。だけんなよ。回収プリズ。もうじゃあ俺も休暇中に入る今。はい、入った。ダメだよ、事前に言わないとダメなの。おい、ルールあんのかよ休暇に。そうだよ。休暇します。一週間休みますって、アルケンが今からじゃあ今から言うってことでしょ。俺本当にそんなこと言ったら入院するんだって思われるよ、うん、多分リスナーに。検査入院します。1週間って言ってんのに2週間くらい帰ってこなくてクソ心配される。大丈夫か。あれ、あれ、俺も休暇作ろうかな。旅行だ。休暇ってのが気になる。健康お見舞い行くね。メロン持ってくね。ダメだよ、もうデブで入院してるやつにメロンなんて持ってっちゃダメだよ多分。
なんだこいつ、なんてんなよもう。なっちゃんなんかやっぱおかしいわ。はおかしいって言うとおかしいだろ。おかしいな、ごめん。もう5歳児やん。で話しかけんといて。みたいな。こんな笑い方だよ。え、ボドカさんペットボトルでか。うん、2リットルのやつ。だいぶ。ボドカさん絶対浴びないでね。それ絶対浴びないでね。そんなこと。え、アジャアジャは？アジャ逆にアジャも。いや逆にアジャも浴びないでね。ちょマジでやめろ。マジで無理。マジで無理。今日は無理。今日は無理。今日は無理。いつもならやってる。アジャ絶対にやるなよ。アジャ絶対にやるなよ。絶対にダメだよ。ちょっと待って、みんなでケン君の配信見に行こう。もういいってマジで。マジでかわいそう。これ。いいって。アリケン、お口ゆるくて口からお水こぼしダメだからね。どういう。飲んでる時にダラ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 って水こぼしダメだよ。笑って噴水みたいになったらあかんねんで。絶対ダメだよ。絶対。待って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 待でっかもう最悪やもうさっき出てくるびちゃびちゃやもうずるいってこれで俺に振るのやっちゃうっていや俺もやりたかったんやけどな。今日は違った、ね、今日は違った、今日は違ったよ。塔の水浴びとか言ってるやついるやばいってマジで。もうアリケンに振った瞬間さ、もう絶対アリケンやん。もしかも氷が入ってるからダメって結局先輩アジャなんよな。いや違う、俺はでもボドカさんもやらないだろうなと思って言ったよ。二人でやっちゃうからな。意外とできるよ。やっちゃうじゃねえよ。意外と強い。いや俺じゃないよ、向いたのは。向けたのは。もう最悪や、もうマジで。やれやれって言って、やらせる方になろうと思ったのに、俺今日。